海明学校は1882年に愛媛県西予市宇和町に建てられた四国最古の小学校である。重要伝統的建造物群保存地区として選定されている宇和文化の里の施設の一つ。海明学校の前身は1869年に刺した山の文化生や町民の勇士により建てられた私塾、新義堂であった。1872年、猿、 児童校舎として、開明学校が開校。1882年に現存する校舎が竣工した。その後、校名や用途をたびたび変更し、1976年からは、教育資料館として、戦前の教科書と学校経営資料など、約6000点を展示している。旧開明学校校舎は、木造2階建て、三河原ラブで、窓枠をアーチ状に作るなど、 わずかに洋風の衣装を取り入れた、義洋風建築である。地元の大工によって建築された、義洋風建築であり、建築史上、教育史上に価値が高い。また、屋根裏から発見された、海明学校新築始末書という名札によって、建築の時期と事情が明らかである。歴史的価値の高いものとして評価され、1997年5月に、国の重要文化財に指定された。 ABC 文化庁文化宝部 1997ABCDEFG 文化庁、西吉2007西予市観光協会、ありがとうございます。